FIVB ビーチバレーワールドツアーは国際バレーボール連盟が主催するビーチバレーの大会である。男子は1989年、女子は1992年に第1回が開催され、2003年から2012年まではスウォッチグループの協賛により正式名称をスウォッチ FIVB ビーチバレーワールドツアーとしていた。 毎年3月から11月まで世界各国をツアー方式で転戦して総合ポイントでワールドランキングを争う。年間スケジュールは15から20大会の間。そのうち5大会前後はグランドスラムとしてポイントが多くなる。グランドスラムのポイント上位はグランドスラムファイナルに進出。奇数年開催の世界選手権もツアーに含まれるほか ワールドランキング上位者に世界選手権出場権が与えられる。また、ワールドランキングはオリンピック出場権を争う上で重要となる。日本では女子ツアーの大阪大会が1994年から2005年までと2008年と2009年に開催されていた。2015年は初のグランドスラムとして横浜大会を開催。ありがとうございます。